内から1番、2番、3番、6番、4番、5番でスタートしました。2コースから2号艇の勝浦がわずかにスリット先行しました。1周1マークへ向かっては2コースから2番の勝浦がまくる展開。内をついていくのが6号艇の大橋、さらには内内を通って3号艇の後藤、インから1号艇大豆田も粘っています。バックの中間地点に向かって前は固まっています。1番内側3号艇の後藤、真ん中は1号艇大豆田、外は6号艇の大橋と、この3艇がほぼ並んでいますが、スタートは前提正常でした。2マークですが、セントラスイ、先に回る3号艇の後藤美久、後方を突き放してトップに立ちました。勝負がけでしたが、ここでシリーズ初白星上がりましたね。はい、はい、よかったです。はい、子供たちも応援しているので一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。